左利きの選手が苦手だよという方いらっしゃらないでしょうか。特に今回ですね、左利きの方のサーブをリターンするのが難しいという方に対してちょっと動画を作ってみたいと思います。左利きの方って日本で 11% か 12% か、まあ、これはもう何万年前から変わらないらしいんですけど、数が 10% ぐらいなんですね。なので、単純に左利きの人の軌道に慣れてないと、まあ、そういうこともあります。これは実はものすごい大きくて、まずこの動画でいろいろコツをお伝えするんですけど、その前に左利きの方とできる機会があるならやってみると、こういうふうにやって慣れるっていうことも非常に大切です。で、ぜひ最後までご覧ください。まずこれを見ていただくと、左利きの方のサーブってこれだけ曲がるんですよね。すごい曲がる。こう打った後にもうアレの方まで曲がるんですよね。まずこのぐらい曲がるんだっていうことを認識するっていうのは必要です。まあ人によってもちろん曲がり方は違うんですけど、基本的にはかなり曲がるというところです。一つ目のコツはやはり前に入ると、斜め前に動きながら打ちましょうというのはあります。これ横に動いちゃうと、この動画みたいにこの横に動いちゃうともう全然帰らないんで、もうどん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 遠くなっちゃう。これはポーチと一緒ですよね。斜め前に必ず入るということを一つポイントにしてください。その時のコツは、この一歩目の左足をしっかり前に出すってことです。これ左足が横に出たら体全体は絶対横行っちゃうんで、つま先の方向に体が行くんで、必ず一歩前に出すということを意識してください。その時にできたこのステップ踏む時、ステップを前に踏んでターンして、もう一歩前に踏んでいくと、ステップを前に踏んでターンしてもう一回前に行くということを意識すると、足が一歩前に出やすいと思います。左足を前に出すとかね、ポーチのように斜めに動いて打ちましょうっていうのはよくあると思うんですけど、これがうまくいかない方は大体このステップをこの場でしてしまうと、このステップを大体この場でポンと、この場でポンってしてしまって、勢いがつかずに、なんかその場に止まるような形になってしまって、体が全体が前に行かないってことがありますので、ステップ、スプリットステップ、前に踏んでターンしてもう一回前に行くとというステップを試してみてください。一歩前に入ると推進力も出るんですね。どうしても横に行っちゃうと、もうベクトルが横に行っちゃうんで、まあ、推進力を前に出すという意味でも、ベクトル前に出すという意味でも、一歩前に入るというのは非常に大切かなというふうに思います。そして2番目なんですが、これはすごいシンプルなんですけど、単純に一歩左で構えるというのがあります。こういうふうに一歩左で構えることでリターンがしやすくなります。もちろん寄りすぎるとね、こういうふうにこうバンってセンターにフラットサーブ飛んでくるんですけど、センターにサーブ飛んできてもスライスサーブだったらグッて体の方に曲がってきて、結構フォアの打ちやすいところに入ったりしますので、まあシンプルなことなんですけど、これはすごい大きいので、ぜひ試してみてください。次に返球方法、返球コースについてなんですが、大切なことはオープンコートを開けられてるということをしっかり自覚するということです。つまりこのオープンコートに早いタイミングで打たれないっていうことが大事です。左利きの方って結構回り込むことが多いイメージあります。左利きのサーブで出して甘くなったら回り込んでフォアの逆クロスとか、これはやっぱり非常に多いかなというふうに思いますし、まあ、あとはシンプルにバックのクロスですよね。まあこれがやはり食らうときついかなというふうに思います。まあ、こういうふうに少し早めのショットで、まあ足元を狙っていくとか、あとはこうスライスで時間を稼ぐようにして真ん中を狙っていくっていうことがまず一つあります、コースとしては。であとはやっぱクロスに打てるならしっかり打つというところですね。ストレートだとこういうふうにこう結構左利きの方のサーブって力があることが多いので、グッてちょっと押し負けることがあって、こういうふうにちょっとサイド切れていっちゃうことが多いんですよね。なのであんまりストレートを狙うっていうのは、まあそのコースのことも含めて、バックのクロスが飛んでくる、バックがめちゃくちゃ苦手な方だったら別かもしれないですけど、バックのクロスが飛んでくる、あと強いサーブで自分のバックに来るんでちょっと押し負けて、こういうふうに少し流れちゃう、これアウトなんですけど、こういうことが結構起こるので、まあ、ストレートっていうよりは真ん中もしくはクロスにしっかり打つと、できたら時間稼ぐようにしたいので、自分がオープンコート開けられてますので、このオープンコートを潰す時間が欲しいので、少し遅めのボール、まあシングルスだったらスライスで返すとかでも全然いいと思います。しっかりあと前に入れるんだったらパンパンって足元、まあこれはセンターとかが、まあ、一応ターゲットがあるので打ちやすいかなと思います。真ん中に返すんだとしたら、できたらやっぱり深く打ちたいですかね。当たり前かもしれないですけど、深く、遅くてもいいんで深く返したい。真ん中に弱いボール来ると一気に回り込んでくるというか、まあ、それをもともとワンセットにしてるんで、相手を出して甘いボールをフォアで逆クロスって、まあ、これ右利きの方もそうなんですけど、それがワンセットの方が非常に特に多いの、左利きの方の場合は。なるべく深く、遅くてもいいから。まあスライスでもいいですよね。スライスでしっかり深く返すとか、あとはしっかりクロスに返す、まあ当たり前かもしれないけど、自分のコートにオープンコートがあると、
オープンごと作られちゃってるということを自覚するということが非常に大切です。まあ、この辺は得意なショットと得意なコースにもよると思いますので、まあ、いろいろ試しながら、まあ、自分の好きなコース、得意なコース、返し方身につけていただくといいかなというふうに思います。